増田家の餅の木は、神奈川県横浜市戸津区柏手町線5番に、所在していた餅の木の大樹、通称、相模餅。神奈川県の指定文化財に指定されていたが、2019年6月に、故死した。2020年現在、復活計画が構想されている。横浜市戸津区内を走る、国道1号不動坂交差点北東側の旧、増田家の敷地内に樹立する。 日本の丘部が寄り添うようにそびえ、片方は高さ18メートル根回り3.1メートル、もう片方は高さ19メートル根回り4.9メートルを測る。樹齢約300年と推定され、江戸時代以来、東海道沿いにそのよを誇ってきた歴史的価値のある樹木として、1981年7月17日、県指定天然記念物となった。 2019年7月30日、事故の経過を経て、神奈川県教育委員会が故事を認定し、天然記念物の検指定が解除された。2017年2月10日、現所有者の関係者により、開発工事の邪魔であるとして、伐採を行っているのが、近隣住民に発見され、神奈川県が、県文化財保護条例の違反行為に当たるとして、中止させる事態が発生した。 すでに二株のうち、片方の一部が大きく葉を入れられ、倒木の恐れがあることから、県の判断で葉の入れられた部分が伐採された。関係者には、罰金刑が言い渡された。その後、受精の回復を見ることはなく、腰に至った。伐採事件による衰弱と腰でで、餅の木本体は、完全に失われてしまったが、危機を感じた、役所と地元の柏連合町内会は、 2017年時点で十数本の枝を事前に採集し、茨城県日立市の国立研究開発法人森林研究、整備機構、森林総合研究所林木育種センターに送って、クローン再生を試みていた。このうちの4本が育成に成功し、成長を始めたという。地元では、クローン持ちの木を戸塚の地に里帰りさせ、復活させる計画を進めている。 ab, マスだけの持ちの木クローンで再生歌詞を超住民の熱意みのる、マイナス。タウンニュースとつか番。https コロンスラッシュスラッシ www.townnews.co.jp スラッシュ0 1 0八スラッシュ2 0一九スラッシュ0八スラッシュ二二スラッシュ四四九 494009.html2020 年四月十七日月欄 突角公式ホームページ横浜、マスダ家けの餅の木県教委、腰確認県天然記念物指定を解除へ、県指定天然記念物の指定解除について一件の天然記念物を県の指定から解除します。神奈川県、2019年9月29日閲覧、県指定天然記念物、マスダ家けの餅の木の一部が伐採されました県、天然記念物が、 浮キ横浜の餅ちの木無許可伐採横浜の県天然記念物許可なく樹齢250年餅ちの木伐採県天然記念物を一部伐採つか、神奈川餅ちの木伐採の男性役員に罰金ありがとうございます